では、両部隊の和解の証として、互いに握手を交わすのだ。さあ、握手を。貴様と握手など身の毛もよだつ。だが、かぐや様のたっての願いだ。ふん。入れ物を捕らえろ。マナズル、しっかりしろ。そんな顔するな。この程度の傷すぐ治る。そしたらまた剣の稽古をしよう。子供の頃のように一緒に。冗談はよせ。目を開けろ。死ぬな。まだお前に見せたい世界がある。やめろ、トウヤ。ヤクモ。全体抜刀。この絵を打ち、神垣の御子を奪取する。なんだ、騒がしいな。てめえ一体何があった、カムナ。頼む博士、こいつはたった一人の姉だ。助けてやってくれ。銃創撃たれたのか。奥に運べ、一刻を争うぞ。時継ぐ、輸血の準備だ。了解。カムナ、一体何が。この絵に撃たれた。外じゃ殺し合いが始まってる。嘘でしょ。何をしているのですか、ヤクモ。待て、ベニズキ。おいおい、どうすんだよ。一人で行っちまったぞ。んなこと言ってもできることなんてねえぞ。ベニズキと一緒に行こう。争いを止めるんだ。落ち着きな、よっ子ども。この絵も侍も何人いると思ってんだ。俺たちだけで止めるなんぜは不可能だ。でも黙って聞きな。博士からの伝言だ。争いの元凶を取り除く。神垣の御子を誘拐して逃げろとよ。どういうことだ。侍の狙いは神垣の御子だ。かぐやさえいなくなれば目標を失う。戦う大義がなくなるんだ。奴らは必ず引く。いいのかよ、なことしたら里の結界がなくなっちまうぜ。この絵が皆殺しになるよりはマシだ。覚えてるか、遺跡にあったカラクリ石の結晶を。かぐやに結界を解かせて、あれを手に入れろ。あれがあれば里全域を覆う結界が作れる。そうすりゃ侍とこの絵の対立の原因は一つ消える。今取れる最善の一手だ。お前にやれるか。
お前以外にはできねえ。かぐやを頼んだぜ。いいか、お前らは悪役だ。大立ち回りを演じてかぐやを連れ去りな。悪役ね、そいつは得意分野だ。待って、どうやって岩宿に乗り込むつもり？あそこはこの絵の城なのよ。秘密通路、そんなものがあるのか。よし、なら急ごう。ちょっと、あ、もう行けばいいんでしょ。行けば。かぐや様、私が戻るまで決してここから出られぬよう。待て、ヤクモ。なぜだ、なぜこうなってしまうのだ。バカ者、こんな時に驚かすな。なんだお主ら、大勢で。かぐや様、お迎えに上がりました。迎えだと？どう、里を出るだと？侍とコノエの争いを止めるためにあなたを誘拐することにした。お宝がなくなっちまえば争う理由もねえってな。侍の狙いはあなたです。あなたがいなくなれば侍は止まります。しかし、いや、それで戦いが止まるというのなら。行こう、私を連れて行ってくれ。私は私の責任を果たさねばならぬのだ。かぐや様。そうと決まれば善は急げってな。ちっと邪魔するぜ、巫女さん。ちょっと何してんのよあんた。気絶してた方がらしいだろう。誘拐すんなら普通こうするぜ。悪だな、あなたは。今さら気づいても遅えよ。さてと、一丁派手にかますぜ。侍たちよ、これ以上の流血は無用です。この刃に貫かれたくなくば引きなさい。この絵の味方をするつもりか。いいえ、この無益な殺し合いを止めたいだけです。撃て。本当に人間か。よう、てめえら、ずいぶん楽しそうじゃねえか。バカな、かぐや様。あんま悠長にしてると巫女さんさらっちまうぜ。いい眺めじゃねえか。ボンクラどもがガン首並べてご苦労さん。何のつもりだ、からくり使い。お前の差し金か。今すぐ巫女を渡せ。さもなくば生かして返さん。やなこった、誰がお宝渡すかよ。神垣の巫女、こいつは高く売れそうだ。よだれが出てくるぜ。
弾、正気か。てめえらにはもったいねえ。俺がもらってくぜ。ホムラ、これは一体。仕方ないですね。ここはあなたたちの計画に乗りましょう。ああ、なんということでしょう。私たちが争っている間に、かぐや様が。下手な演技すんじゃねえ。これでこのしけた里ともおさらばだ。あとは好き勝手に殺し合ってろよ。じゃあな、クソ間抜けども。おのれ、逃すか。おい、行かせるな。動くな。動いた奴から俺の金細胞をお見舞いする。私の鎖鎌もあるわよ。停戦しろ。今ならまだ穏便に済ませてやる。だがこれ以上やるなら、霊山から鎮圧部隊を呼び寄せるがよいか。選べ。内乱の罪で全員仲良く処罰されるか、ここで踏みとどまって生を得るか。さてと、そろそろ行くか。聞くな。成長したぜ。
私も成長せねばな。さすが。こちら博士、聞こえるか？
狂った。
異界にはたんまり素材が落ちてるぜ。おったからおったからってな。準備運動みてえなもんだな。言ってた野郎かよ。
前の相手をしている暇はない。何なのだこいつは。ルエ、かぐや様お願い。分かった、死ぬなよみんな。カムラ、鬼は私たちが引きつける。あなたは薬を吐かせる。やめとけ、こいつに穴が見せたらやられんぞ。よっしゃ、しかまつぜ。倒して先に進むしかねえんだよ。やるぜ。邪魔だ、どけ。おっとっと、おい、ほらクソマヌケ、俺の邪魔すんじゃねえ。もっと連携しろタコ。行け、我が名をあげよう。姉ちゃん助けてえんだろ、だったら全力で協力しやがれ。てめえならやれんだろうが。とっくの昔に全力だ。なぜだ、なぜ今。なら足りてねえな、焦ってねえで頭冷やせボケ。もっと早く倒しておけば強くなったはずだ。なのにこのざまか。最強には届かない。俺も同じだ、姉一人救えずに最強とは笑わせる。俺は弱い、それでもお前たちと一緒なら最強にも届く。頼む椿、ホムラ、俺に力を貸してくれ。本当に大事なものを守るために。めんどくせえ野郎だな、わざわざ頼む必要なんざねえんだよ。やってやるわよ。そうよね仙山王、お前は俺たちが倒す。
りたいと望んだのは守りたいものがあったからだ。あの暗闇の部屋から出て見たい笑顔があったからだ。俺は一撃を叩き込め。我が名を挙げよ。私も成長せねばな。私も成長せねばな。私も成長せねばな。もう勝った。大きい到来ってな。いただき。もう勝った。信じていたぞ。じゃあな、地獄で会おう。よし、やりゃできるじゃねえか。急いでカムナ、薬を。分かってる。肝心工業へ参りましょう。行けよ、待ってるやつがいいんだろ。しっかりね、カムナ。礼を言う。間に合うかしら。大丈夫だろ、あの女も簡単に死ぬ玉じゃねえ。んじゃ、俺たちはお宝探しと行こうぜな。